ラシーおはようございます。はい、どうも、ジャングル大西でございます。ジャングルさん、何県出身でしたっけ？僕は、愛媛県今治市出身でございます。愛媛県あるあるがこうネット上にこうあるわけですよ。それを実体験としてありかなしか、あるかどうか、合ってるか、本当にあるのかどうか、合ってるかどうか、あくまでも俺の個人的な本当にあるあるなのかをちょっと判定してもらいたいと思って、愛媛県あるあるジャングル大西が判定するベスト10、イエーイ、ベスト 10いきます。ベスト10、はい。愛媛県民、なぜか美味しいみかんとそうじゃないみかんが見分けられる謎の能力を兼ね備えてる。ああ、いるね、いるね。俺はないのよ、その能力。俺その能力ないんだけど、みかん触るだけで、何これ、いや、みかんのこう開けるとこあるじゃん、へこんでるとこ、あそこ触るだけでとか、みかん触るだけでこれ甘いとか、あ、これ渋いっていう人いる。確かに俺は無理だ。丸だね、丸だね。愛媛県民、愛媛でスーパーといえば富士。あ、富士だ、富士何、分からんぞこれ。まあこっちで言う、そうね、どこだろうな。イオン、いや、イオンはイオンであるんですよ。イオンはイオンであるからそう、グラン富士っていうのがあるんですよ、その富士の系列の中でも。あ、グラン、そう、グラン富士っていうのがあって、富士は富士でまたあるんですよ、同じ系列なんですけど、なんか特別なやつ。そう、グラン富士はどっちかというと、そのショッピングモールというかデパート的な感じで、本当にフードコートもあったり、ゲーセンあったり、ボーリング場あったり、映画場あったりっていうのがグラン富士で、普通の富士は今1階はスーパーなってて、2階はなんか婦人服あったりとか、ちっちゃい、ほんとちっちゃいゲームセンターあったりとか。俺らだってもうイオンできるまで遊びに行くとこも絶対富士はい。愛媛県民、ジャージのプーマ率の高さは異常だ。ああ、プージャーって言ってたぐらいだから。プージャー、あ、言わないですか、プージャーって。プージャーって言ってたんだ。プーマンのジャージ、プージャーって言ってた。嘘、俺らだけ。うわ、はずっ。ナイキじゃないんだ。まあ、いや、着てる人はいるけど、なんか俺らが中学校ぐらいの時にプージャーすげえ流行って、だからなんか例えば学校終わってどっか遊びに行く、普通みんななんかジーパン着てとかおしゃれするじゃないですか。一時期本当まで全員プージャーとか、上下、上下動きやすいからみたいな理由で、その時多分プーマがかっこええみたいな、プーマジャージといえばおしゃれとして、おしゃれとして、みんななんかデパート行く時とか、俺の家やろプージャーみたいな、これ上下でいくらやね、このプージャー、どこどこにプージャーあったでみたいな。俺らの中学校ではプージャーっていう言葉が行き交ってた、その時。じゃあこれは丸じゃん、丸っていうか、なんならむしろなんでよそで流行ってなかったなんて思った今。タルトよりもモダンな和菓子ポエムの方が好きだ。はい、そうです。いや、よくぞ言ってくれた。俺基本愛媛帰ってお土産とかで持って、タルトが有名なんでしょ。一六タルトが有名なんですよ。で、一六タルト本当に確かに有名で、なんか今治行ったことあるって人は、あ、タルトあるよなっていうぐらい、もうタオルの次ぐらいに多分有名なんですね、なんですよ。ただ、いや、そう、これね、ポエムの存在を知っていただきたい皆さん。ポエムの方が絶対美味しい。ポエムはすっごい食べやすくて。どういうお菓子？あれなんて言えばいいかな、和菓子で。形は丸いのと四角いのがあるんですよ。長方形と丸いのがあって、で、あれなんて言うんだろうな。そうそうそう、ちょっと絵見せてもいいですか？なんかスポンジケーキ。そう、歯悪い人でも全然食べる。ビスケットとかじゃないから。柔らかい。そう、柔らかいし。これね、めちゃくちゃ、これね、みんなね、一回今治行った時に、タオルもいいけど、ポエムも一回食べた方がいいね。愛媛県民、本屋といえば春屋書店である。はい、春屋でございます。もうこれ20丸。俺はもうびっくりしたんがね、東京行って春屋がなくって、この辺って宮脇書店か、チェーン店で有名なの、この辺もそうやし、東京とかもあるでしょ、宮脇書店って。明るいにこれ読めないよね。そう、や、この何ですか、屋根の、そう、屋根のやって書いて春屋って読むんですよ。まあみんな多分明け屋とか多分そんな読み方するんですけど、もう本屋といえば春屋だから、漫画なんか買いたいな、あ、そうや、春屋行こうみたいな、チャリで春屋行けるから今日新しい単行本入ってる。そうそうそう。あ、春や。春や行こう。ジャンプ買おうでもコンビニとかじゃない。春や。うん。ジャンプ買わないから、俺ちょっと今日春や、今から春や行ってくるわみたいなみんな言って。本を買うとなったら春やだ。春やです。愛媛県民、県外の人に、うん、蛇口からポンジュース出るって本当って聞かれるのはほとほと嫌気がさしている。はい、イラッとします。まるでいい。まるでいいです。まあしょうがないですよ、もうイメージだから。愛媛はもうみかんのイメージで、一回県民賞でやったんですよ。その蛇口からポンジュースが出るとこあるんですよ、本当に。本当に出るとこある。空港とか出ますし、松山空港とかも出ますし、その時聞いたのは俺らもびっくりしたのは、どっかの学校、小学校でなんか昼休みだけ開放してるみたいな。蛇口。そう、蛇口から。そう。っていうのを見た、そんなとこあるんやってなってたんやけど。それを多分全国放送でやるから、愛媛ってどの蛇口からもポンジュース出るんやみたいなっていう錯覚が、そうっていう錯覚が出て、出るんでしょ出るんでしょ出るんでしょって言われるのに、実際結構聞かれる。めっちゃ聞かれる。いやもうだってマジで俺もう両手で数えて多分ね4桁回は聞かれてる。俺本当に2000回ぐらいは聞かれてるよ、その人から。中学校の先生に一人は何々ゾナモシ何々ぞねという何々ぞねというコテコテなイオ弁の先生がいた。いませんでした。ゾナモシ語尾にいやいるか、そんな人。愛媛県民、温州みかんは買うものではなく、冬になるとどこからともなく回ってくるものが。回ってくるものですね。確かに。俺の家は買ってたんだけど、箱でね、近くに A コープっていうスーパーがある、安く買えるとこあったり丸中があったりするから買ってたけど、まあでも例えば誰かの近所の人の家に行きます、なんか用があってで行って、例えばその人も手ぶらで帰ってもらうの悪いなと思って。こうみかん袋詰めにして「家にみかんいっぱいあるからこう持ってき」ってくれたりとか、俺らが例えばちっちゃい時にこれちょっと親に頼まれて持ってきたんですけど「上がっていき」でみかん食べさせてもらったあげくみかんを持って帰れって言われるんですよ。山ほど家にもあるし、多分みんなそう一家に1個は買ってんですけど、自分らで食うようじゃないと思うんです、多分。その渡すようなそうとか、人が来た時何か来た時にいつでもみかん出しとけばまあね安牌じゃないですか。愛媛県民だから下手したらみかんに困らんかもね。買わんでもみかん全然回ってる感じで、そう、それこそ肉じゃが余ったんでどうぞって隣の家に行く感覚と一緒で、みかんは買ってはいるけど、家で買ってはいるけどもらうみかんもめっちゃ多い。愛媛県民、机は書くもの。はい、書くものっていうか、机を書くって言うんですよ。掃除の時あるじゃないですか、昼休み。昼休みがあって掃除せないかんから机があったら邪魔なんで、じゃあ机で椅子書いてくださいって言われて、机をいわゆるこう後ろにこう持ってく、こうする感覚。机を書いてくださいって言うんだ。そう、机を書くっていうんですよ。俺らもね、俺らの方で使ってってただけじゃないと思ってたから、ネット情報だと机やみこしなどを持ち上げて運ぶ、そう書く。県外では伝わらないことを知り愕然とする。愕然としたわ。俺も今机を書くっていう、机を書く、そうこう持って掃除とか、そう掃除とかの時に椅子も書くっていうから、机と椅子書いてくださいとか、そっちの椅子も書いて、そうみんなこの時間机書く時間やからみたいな。愛媛県民、少年式が他県にないと知って驚きだ。他県にないんですか？ないです。やったことないですか？ないんですよ。少年式って中学校の時にあるんですけど、ただ入学式と卒業式とはやっぱちょっと比べ物にならんぐらい地味なんですよ。その元服、元服って子供から大人になるのが当時の14歳だったからっていうのの名残らしいですね。少年式ではなんか歌を歌う、そう歌を歌うから、音楽の時間とかにこの歌を歌いますよで歌の練習とかそんなのはするぐらいやけど、そんな前に出て誰かが何か言うとかもないし、これ聞いて愛媛に行きたいなと思う方もいるでしょうし、逆にちょっと来たなと思ったら、愛媛行ってこんなあったよという情報を僕にぜひいただければと思うんで、進行形の情報とか地元の人だからこそ知らないことって結構多いんで、本当になんでそういう情報なんかもね、ぜひ投げてもらえればと思います。ちょっと遠いですけど、ぜひ皆さんまた愛媛に行って、このあるあるが本当かどうかも、皆さんの目で一回確認していただければと思いますので、よろしくお願いします。ということで、本日の動画、これで以上です。どうもありがとう。そして、トークさんにご覧し、チャンネル登録、よろしくお願いします。